ファミリーコンピューターに夢の大冒険ゲーム、スーパーマリオブラザーズ。秘密の力で大きく変身。地上に、地下に、海に、空に、次々に展開する不思議な世界、スーパーマリオブラザーズ。ますます燃える必殺のカンフー、スパルタン X。 ファミリーコンピューターにレッキングクルー。邪魔者をかわして次々に壁を壊し、ビルを解体。100の画面に挑戦。何面クリアできるか腕比べ。好きなキャラクターを使っていろいろなオリジナルゲームも作れるデザイン機能内蔵。ファミリーコンピューターのレッキングクルー。スーパーロボロックマン。世界の平和のため7つの武器を駆使して悪のロボット軍団を倒せ。アイテムいっぱい、楽しさ抜群。スーパーアドベンチャーゲーム、ファミコンソフトロックマン。12月17日新発売。カプコン。無限界の危機、バリスの剣を手に戦え有効。魔王ロムレスを倒すのは君だ。ゲームソフト無限戦士バリス、8月21日発売。眠らせない。待ってました。プラムのファミコンソフトに五右衛門とも呼ぼ、二メガの嵐にコナンが飛び交うのだ。コナミのカラクリ道中、発信の魔女を。コナミ。あなたのためならどこまでも。ファミコンソフト、たけしの挑戦状、新発売。台頭。君の手でラムを過去から未来へワープさせよう。ファミコン、うるさい奴ら、ラムのウェディングベル、新登場だっちゃ。超人23名が繰り広げる地獄のバトルロイヤル。全ての必殺技がここに炸裂する。メタマッスルスパーク。ファミコン用です。筋肉マン、筋肉性多い争奪戦。フォーマーがファミコンになった。コンボイが死んだ今、この謎を君は攻略できるか。ファミコンソフト、トランスフォーマー、コンボイの謎。ファミリーコンピューター登場。カセットを挿入するとカラー52色の鮮やかな画像。コンピューターを相手に麻雀、五目並べ、そしてポパイ、ドンキーコング。2人で楽しめるマリオブラザーズなど10種類。ポーズボタンと切り替えスイッチで簡単にテレビ番組に変わるテレビ共存タイプ。家族揃ってファミリーコンピューター。カセットの時代からディスクカードの時代へ、ゲームの世界を変えるファミリーコンピューターディスクシステム。本体にラムアダプターとディスクドライブを接続し、3倍の能力を持ったディスクカードを使うとドラマチックなゲーム内容に大きく変身。500円でいろんなゲームに書き換えができるのよ。ファミリーコンピューターディスクシステム。ニューライフシャーク。それがツインファミコン。一台でカセットもディスクも楽しめる。画面もくっきり。シャープツインファミコン。FM 音源 3D 機能搭載、セガの人気ゲーム100が遊べるマスターシステム誕生。ニューソフト、エイリアンシンドローム、セガマスターシステム。セガ。最近ゲームがつまらない、はまらない、こんな噂が飛び交ってるけど、それはソフトのせいじゃない、ハードに限界があったからだ。セガメガドライブ 16bit CPU 搭載。限界のバリアをぶち破って、見せる、迫る、うなる。ビジュアルショック、スピードショック、サウンドショック。時代が求めた16ビット。セガメガドライブ。セガ。二
つの頭脳が同時に動く。2つの頭脳が同時に動く。2つの CPU が同時に動く。未来製のパソコン、テラドライブ。楽しい、賢い。セガ。エキサイティングホビーマシン、PC エンジン、NEC から発信。Together, deal. Ebony and Ivory, together having fun. PC Engine, deal. It's time to cracking. You are steady done. PC Engine, deal. Deal with that. Look at the bright side of your life. 家中楽しい。ソフトいっぱい。CD-ROMゲームマシン。PC Engine, deal.ロケットパンチ、落ちろ、チェンジゲッターワン、スイッチオン。ドラマチックシミュレーション、第二次スーパーロボット対戦、アンプレスト。史上最大のドラマチックシミュレーション、スーパーファミコン第3次スーパーロボット対戦、バンプレスト。この星の明日のためのスクランブルだ。守れ友を倒せ敵を、第4次スーパーロボット対戦だ。聞こえるか嵐に吠える戦士の声が、ロケットパンクーダッシャー。プレイステーションで出撃、第4次スーパーロボット対戦 S。 見極めねばならないこの戦いの真実の姿を、スーパーファミコン、スーパーロボット対戦 EX、 バンプレスト。64ならではのド迫力 3D バトル、完全新作ストーリー、夢の合体攻撃システム搭載、任天堂64ソフト、スーパーロボット対戦64。名人がゲームになった、ハドソンのスーパーコミカルアクションゲーム、高橋名人の冒険島、制作会長。スケボースイスイ、愛しのハニーちゃんとペアになればもう無敵、バッタバッタと敵をなぎ倒す愉快な愉快な冒険物語、高橋名人の冒険島。いやー、お待たせしちゃってすいませんね。 By ハドソン。あれれ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 、帰ってきたぞ、5年ぶり、アドベンチャーアクションの大傑作、高橋名人の冒険島2。8つの島で大暴れ、そこのけそこのけ、名人が通る。専用ソフト、高橋名人の冒険島2。 By ハドソン。ここは平和の国、アドベンチャーアイランド。そこへ一機の UFO が。まだまだ登場、元祖アクションゲームの貫禄、高橋名人の冒険島3。 By ハドソン。出たー、高橋名人の新冒険島、元祖アクションゲームの王道を行く超面白いソフトがついに PC エンジンに初登場。エキサイティングエンドハッピーに君のハートにズキュンと直撃するぞ。 PC エンジン用ソフト、高橋名人の新冒険島へレッツラゴー。 By ハドソン。世間は豪華にバカンスですよ。
行きたい新春この一本おなじみ名人が南の島で大暴れスーパーファミコン第1弾おなじみ名人の大冒険島 by ハドソン by ハドソン新春君のスーパーファミコンはエキサイトするぞトラップだらけのアクションロールプレイング高橋名人の大冒険島2川岳ハドソンその日セガエンタープライズ専務湯川秀和は驚くべき街の声を耳にしたセガなんてだってよなプレスの方が面白いよなそうなのかなんてこった止めてくれ一人になりたいんだセガなんてだってよなうるせえごめんなさいよなおかえりなさどうなさったの立つな湯川専務本当かい？はい、セガは変わりました。変わった変わった。そうか。セガが一番面白いよ。いや、おじさんホッとしたよ。嘘だよ。セガなんていらないよ。いらないいらない。帰ってプレステやろう。おー、ま、待ってくれ。センム、センム大丈夫ですか？あ、爪が折れちゃった。立つんだ、ゆかセンム。落ち込んでいた湯川秀和についに朗報がもたらされたセム、ドリームキャスト完成しましたそうかありがとうご苦労さんできたよついにおめでとうございます勝負はこれからだがなお赤飯炊いときますから早く帰ってきてねこれでも CM に出なくていいわねうんなんだよお前知らねえのかよドリームキャストってすげえんだぜよしよしよし行きたいと思いますそれではセムどうぞセム湯川センムいやCD? 歌って言うなら歌うさやろうじゃないかみんなのおもちゃになってやるよしかしな本当にドリームキャストのことを考えるなら300万ポリゴンの究極の画像インターネット通信ゲーム対戦そういうことを伝えなくていいのかわしは間違っとるか売れるのかドリームキャストは対策はあるのかあるって聞いたよドリームキャスト湯川君ついにドリームキャストが発売されるはついては草の根販売計画を滝沢君とやってもらいたい滝沢と言いますと営業二課のいやいやタレントの滝沢君だよはよろしくお願いしますえそれから88枚の名刺が交換され計画は実行されたドリームキャストいかがですかおじさん普段何やってんすか専務専務がなんでなんでだろうドリームキャストいかがですかいいのかなこれでドリームキャストすいませんちょっとあ間に合ってますしつこいわねすいませんあら滝沢くん売れましたよ三つ子あそうサイズ一人でやれんだよあ中高年のつべは危険かそうだ皆さんお願いがありますリアカーを引くこのおじさん見かけたら専務一つくださいと言ってあげてくださいドリームキャストいかがですか専務一つくださいあはいドリームキャスト売り切れ嘘なんで湯川でございますこの度はドリームキャストの生産が追いつかず誠に申し訳ございませんなんとかしてよはいこの責任を取りまして私専務を降格となりました降格どうしてあなたが責任取らなきゃいけないのなんでだろうそんなの関係ない言ってくれもっともでございますしかしうるさい滝沢君みんなごめんねしょうがねえな素敵ジュインキャあなたの潜在意識の彼方に消えたさあこの方は誰こじゃキノコの人人間ポップ残念この方はあの CM のまだ専務今だ専務すいません皆さんドリームキャストが品切れで大変ご迷惑をおかけしましたがようやく生産が間に合いましたレストランだやったね専務これを CM ですあの人の今トリコさんジュインキャストセガのロボピッチャが来た日お父さんは変わったストレートカーブが自由自在野球にテニスにセガのロボピッチャセガときめきメモリアルがスーファミになったのよ勉強とか部活とか恋愛とか恋愛シミュレーションときめきメモリアル好評発売中 CD 付きよ From Konami
恋なんてゲームよ。ゲームも恋なのか。恋なんてどこでも見つかるわ。どこにでもある恋なんか拾いたくない。でも恋の形は変わる。ゆうきくん、ときめきメモリアル2、ゲームで恋。コナミ、恋あげる。はい。好きとか嫌いとか最初に言い出したのはダメなのかしら。駆け抜けてゆく、そこにはないときめきがあります。ときめきメモリアル3。コナミ、僕と恋しよう。ときめきメモリアルガールズサイド、6月20日発売。コナミ。みんな画面を見てわかる？伸びる縮む新世代ラバーリングアクションゲーム海原かわせ、 TNN から12月23日発売。どう？チャレンジしてみない？お兄ちゃん、何してるの？え？ゲーム作ってんだよ。見せて見せて。君だけのオリジナルゲームが作れるデザインも。私にも作れるじゃん。アテナ。山村美沙サスペンス、金銭か京江皿殺人事件もすごい。何だよ。例ですが、こういうファミコンファンが増えてます。もうこれはゲームじゃない。中国ファンドも株式も今日から毎日ファミコンで。日興のホームトレードワン FC。私と株式との新しい交際が始まる。ファミコンで株式投資サンライン F2 山一証券。